はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウェブ主のピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちら H3 リールガンでございます。ちなみに H3 っていうのはどういう意味かは分かっておりません。まあ3っていうのはなんちゃら3点バーストみたいななんちゃら3だと思うんですけれども、まあそんな感じでリールガンのものでございます。あーよく見るとあれなんですね、水道のぐるぐる巻くあれを使ってるんだ。で、これ水揚げやるあれですね。上路の機械バージョンみたいなやつ。で、こちらなんですけれども、サブがポイントセンサー、スペシャルにエナジースタンドとなっております。エナスタですね。で、今回は逆境強化、スペシャル増加、スペシャル増加ということで、まあ、これを持った状態でガチヤグラに挑んでいきたいと思います。まあ、とりあえず生存重視と、あとはまあ、ポイントセンサーで矢倉の周りを牽制しつつ、エナスタで、生存力を上げて、回していくような感じじゃないかなっていう。手が疲れてカチャカチャうるさいんですけれども、でもまあ、リールガンっていうのは、結構塗り性能は、高いってわけじゃないか、低くはないっていう部類かな。なので、まあ、それを使えばエナスタをきれいにね回していけるんじゃないかなっていう感じです。装置投げないっていう、こう見るとなんかちょっと朝日みたいな感じのこと書いてあるんだな。まあ別のやつなんですけど、そう見える。ひょーいっと、そんな飛ばない。キンキンに冷えてやがる、通信エラーだぜ。キンキンに冷えた通信エラーを届けられましたね。そんなものいらねえ。キンキンに冷えた通信エラーよりね、熱々に温まったマッチが欲しいんですよ。ね、激熱マッチが欲しい。よいしょ。こう見てわかる通りね、まあ、狙いづらいはづらいですけれども、この3点バーストのやつで、1回で3発出るんですけど、その分連打しないといけない。セミオート式のものなんですけれども、でもまあ前段当たると、どれぐらいかな、もうちょい前行きますか。よいしょ。これで分かる通りね、これでやれちゃうんですよ。これなんか3発目だけ特殊、いまいちねリールガン普段あんま使わないんですけれども、3発目にクリティカル判定があった、なんですかね。さあやっていきましょう。おっと、こちら側はクラッシュブラスター H3 リールガン、そして、NZAP のスプラッシューター、射程が短めですね。対して敵さんはゴツガロン ×2 バレルスピナースプラローラーとなっております。これバレスピの人来るな、結構狙ってきますね。ほいっと、あ、どこ飛んでった。お、ドリンクバーだ、ありがてえ。じゃあもらいましょう。ひーひーひー、オッケー、当たってはいないけど当てたね。ドリンクバー、そのおかげで自分の復帰が早いぞ。よいしょ、センサー、倒した、倒したけど、いやー、あのバレスピの人が結構遠くからやってんな。これセンサーついてるからな、気をつけろ。センサーがついてるイコール、その分ね、狙われるってことなんですよ。おっさんが暴れてんな。よし、オッケー。お、降りましたね。ふっ、ほい、ドリンクバー、こいつを隠れ蓑にしたいけどな。とりあえず、ここの部分をうまく使って、いるよね、やっぱり。オッケー、ナイス。で、スピナーの人いるよ。あ、
し、まあ、やったけどやられたか。うわー、そうか。ナイス、乗りましょう。これは乗る。ワイプアウトは助かる。あー、これはバレスピか。飛ぶのは悪手じゃったかい。まあでもこれによってセンサーが2人つけられたから、相手からすりゃ何も関係なさそうだな。何も何の関係もなしに普通に歩き回ってたな。ちょっと警戒して動きが変わってくれればいいのかな。ほっ、あれ全員降りた。よし、誰がいるか分かるっていう、可視化できるっていうのはやっぱり強いですね。アシストとしてもやりやすい。よいしょ。ポイントセンサーの特徴は遠くまで届くこと、そして意外と範囲が広い。これやられると相手としては嫌でしょ。エナスターあげるよ、エナスター。ほい、あ、センサー食らってない。さあ、エナスタ持ちが今回 N ザップと僕とで2人いるのでね、まあ効率よくと言ってはなんですけれども回せます。よーし、さすがに油断してる相手は枯れますね。ヘイ、ナイス、エナスタだよーんと。ほい、あとはここら辺警戒、壁裏警戒。オッケー、やれたけど、やれたけどやられた。バレスピか。今の位置からよく狙いましたね。よく乱戦してるってことに気がついた。さあ、でもこの攻めは OK ですよ。攻撃は最大の防御なり。カウントをちょっとでも進められたらよかったんですけどね。 OK、 ちょうどよかった。さあ、出っ張れましたね。よいしょ、ナスタ。僕は関係ないんですけどね、ほぼほぼ。オッケー、矢倉から全員降りたな。やったー。じゃなかったら僕が普通にキルしに行く予定でしたけど、まあ降りてくれたならね、勝ちは勝ちですよ。カウント進行ナンバーワン、ジャンプ先ナンバーワン、アシスト数ナンバーワン、自動車保険ナンバーワンということで勝ちです。見た目が全員いかついな。あれですね、あの逆境ギアとかをスタートダッシュとかそういうラストスパートとかつけてると、特殊なギアつけてるのって基本的にこうメガネ系が多いのでごつくなるんですよね、見た目が。僕以外のチームメイト全員メガネつけてる。見た目がごついな。まあでもクラブラさんがいるのでね、ある意味ヤグラでは安心ですね。これは3発綺麗に当たるとキュキュキューンってなるのか。そういう風だと普通のダメージより高く出るのかな。せーの、123、246。ちょっとクリティカルさせないで一発ずつやると、あー特に変わりはないか。2ダメージぐらい増えてる、それぐらいか。普通のやつより最後のダメージがちょっとだけ高いっていう感じかな。でもまあ基本一発40ぐらいっていうのは変わらなさそうですね。さあ、ブラスターめちゃくちゃいる。嘘でしょ。敵は、これホットブラスターですね。ホットブラスター、クラッシュブラスター、そして、まあ、もうずっとね、暴れ回っているスクリュースロッシャーとシャープマーカー。
よっよっよっ。ホットブラスターは怖いっすね。よいしょ。ドリンクバー。よし。あ、言った。まあ、ウルショだけど、こっちはドリンク持ってますからね。ウルショ吐かせたっていうよりかな、結局ウルショ吐かせてもな、周りに被害が及ぶ前に、3発飛ぶ前に倒せたっていうのはでかいですね。僕にもドリンクちょうだい。そして、ブラスター系いきます。ブラブラ。ほい。壁抜き。おーっと、味方さんがやってくれたか。よっ。すごい位置に展開したな。ドリンクあってよかった。そして攻めてんな。36。いいですね。さっきと同じぐらいのカウントですけれども、まあちょっとあれか、クラブラさんちょっと邪魔だな。とりあえずあまりやられないようにカーニーターンクと、あとナイス玉が溜まってますね。警戒。ほい。何人いるか、2人か。よし。下にクラブラいる？これ味方か。 OK。 あー下に何もなかった。倒せてよかったな。でも倒せてよかったけど、なんか情けない死に方したな。ホームに戻ろうとしてましたね、今の。まあ溜まりますからね。エナスタは、てかもうエヌザップの人も溜まってるよね。溜まってますね。ただの盾だこれ。よっ。じゃあもう一個展開。僕が取れなかったからね。あー、もしかしたらこれあれ打っておいた方が良かったかもな。センサー。そしたら周りにいる人をね、強制的につけることができた。センサーつけとくだけでもね、相手からすりゃ厄介極まりないですからね。銃ナイスです。いい感じ。あとは防衛に走らなくていいか。あら、あー、防衛ですね。防衛です。あ、横横局所局所。オッケー。こういうのがね、やっぱりセンサーのいいとこだよね。クラブラさんいるの知ってる。で、いないんだーって思って油断して登ってきたところを私がヒルしたいところですね。はいっと。よいしょ。位置がバレるとね、こういう短距離武器っていうのは本当に嫌なんですよ。位置バレるっていうのは本当にそのアドバンテージっていうか効果力には近づかないと出せないものなんですよ、これはね。クラブラしかり。なのでめちゃくちゃ邪魔だと思いますこれ。ほいっと。で、このドリンクバー周り狙うと必須ですよね。そりゃそうよ。僕も絶対そういう風にするもん。よいしょ。 OK。 あと一人シャプマの人がどっかに隠れてると思うんですけど。あ、カニタンクの音聞こえますね今。じゃあそこにいるのか。ほっ。よし取れた。あとはもう防衛に入りましょう。わざわざここノックアウトする必要ないですね。ノックアウトは気持ちいいですけど、その代わりノックアウトで全員出るとそれで一気に返されることがあるんですよね。僕はドリンクを撒いて負けないように心がけていきましょう。あとは取られなきゃ勝ちですからね、5秒とか。 OK。 はは、かっこいいな。ラスボス前みたい。さ、勝利と。よし、2勝ですね。
見た目がな本当にやばいヤクザ集団みたいになってんな。で、僕はどちらかというとヤクザのナンバー2ぐらいのなんか毛糸の帽子かぶってるような人、お前なんか頭怪我したのかみたいな感じの、ちょっと他の人とは違うさ、柔らか素材の帽子をかぶってる人よよいしょ。これはその3点バーストの音が鳴るときってどういう条件なんですかね。こう綺麗に3発、1回のうちで3発当たったら鳴るのかな、それともなんかマシンで捉えれば鳴るのか。ああ、3発綺麗に当たったときっぽいですね。でもこのクリティカル判定僕好き。ダダダーン、ダダキーン、ババキーンみたいな、ババキーンみたいな気持ちいいですよね。パンナンナおーっと、今回はちょっと射程長いハイドラさんがいるぞ。つまりハイドラさんを頑張って落とさないとこちらに未来はないってことですね。まあシャプマもやばいけどね。シャプマクラブラで、ヤグラ乗り専門家のね、若葉もいますし、よいしょよいしょよいしょ、いやーだなー、ほいほいほい、狙われたね今ので、ほいドリンクバー、ハイドラさん、あー後ろ、シャプマさん後ろから来てたのか、それはちょっと見てなかったな。あっぱれ、賞賛なりいるよね。あーくそ、クラブラか、今の人うまかったなクラブラ、とりあえず。オッケー。あとは近づかせないよーんと。ほい。オッケー。オッケー。倒した。一発だけで倒せたってことはダメージ食らってましたね、相当。だが残り2まで持ってかれたんですけど。昨日ハイドラさんが本当ににらみきかせてるとやりづらいですね。かき消されたから BGM が途中で終わってる。ほっ、ナイスだわ。やっぱり強制カウントストップ、特にヤグラにおいては強いですね。エリアとかだったら、まあ、強制的にカウントストップさせるとしても、まあ、半分ぐらい塗って本当エリアを取るっていうよりかはカウントストップさせるだけの役割なんですけど、今回であればむしろ攻撃に回れますからね。あっ、わかわか一発当てたっぽいですけどね。さすがにあのハイドラさんと、あとカニタンクをどうにかしないとダメですね。シャプマさんのカニタンクはほんといろいろ強いからな。オッケー、オッケーだけどオッケーじゃないんだよな。いやー、もう逃げる暇すらないですね。まあでもヒル的なものとかを考えるとできてるのかな、大体アシスト。おっと、カニタンク起動の音、ほいっと、ひぃ、いやー、やばいやばいやばい。とりあえず周りのやつらを、よいしょ、はい、オッケー。うわー、そんなとこいたのか。
さあドリンク、やっぱドリンクの効果は強いですね、これ単体で見たら。ほい、あいつ正面から戦うとほんときついよな。あと上にいるよね。でクラブラ、よし、あドリンクバーン弾かれた、かき消された、そんなハハハハ、いや味方チームだから笑い事ではないんですけどさ、なんか BGM がさ「テンテケテンテンテン」って言ってるところがさ、なんか「テンテケテン」ってなんか消息不明になるのがさ、なんかちょっと悲しいようねみたいな、いやー笑い事じゃないのは分かっているけど、なんかもう笑うしかない状況。さて今回はじゃあここまでといたしましょうか。いい感じにね、まあ勝ったり負けたりですけれども2勝できたので上出来ではないでしょうか。いやーまあ塗り的には性能もいいですし、キルもまあ3点バーストなので取りやすい、一発40なのでね、まああれですよ、弾が1回押すと3発同時に出るスプラーシューターみたいな感じなので、考え方としてはね、なのでまあそこまでね苦手っていう感じではないですね。あとはまあこういう最後のリザルト見て13キルすげえ俺やったじゃんみたいなねことがやりやすいですね。なぜならあのエナジースタンドを取った人がキルしてもアシスト入るし、センサーをつけたやつをやってもキルアシストが入るのでとにかくキルしてる、実際にキルした数よりもそこの戦績は多く表示されますからね、まあ、見た目だけは気持ちよくなります。まああとはこの独特のね3点バーストをうまく決めた時のこのキュイーンっていう感じ、これ楽しいですよね。僕この音好きですよ。あんまりダメージ上がってる感じはしないですけどね。いやー実戦でやれるとすごい気持ちよかったですね。やったーっていう、なんか敵を倒した感がすごいあってね、僕これ好きでした。ってことで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんもねあまりは使われてない武器ではありますけれども、この使い方さえ覚えると楽しい武器であると思いますので、この H3 リールガン使ってみてはどうでしょうか。ではじゃあね。